エキスのせいよが効かない。ダメ、何すんだミオ。いけない、逃げて。なんで。意識を取り戻した。いいわ、次はもっと深く書き換えてあげる。 レーダーが生きてる。ピオはまだ諦めていない。 諦めるわけには。これをやめたら今度こそ俺には何も。 ここはうちは初めてだったか、小僧。 グラートさん、気にするな。走馬灯ってやつだ。俺来たよ。立派に戦えてるだろ。何言ってやがる。うちの娘どもにコテンパンじゃねえか。大体お前何しに来たんだ。何しにって戦いに決まって。<笑>戦いね。それで 今何しようとしてるか分かってんのか。だからお前は小僧なんだよ。でもあんたは、あんたはもう死人のせいにするんじゃねえ。てめえはてめえで考えるんだよ。でもな、マジに俺を追っかけたやつはお前だけだった。嬉しかった。 そうか。俺は、殺す前に一応聞いておくわ。どうしてそれを壊さなかったの。壊せないよ。どんな姿だろうと俺たちは同じ父親を持つ家族なんだ。
何を言い出すの？ここに来るまで俺も見失ってた。俺たちに本当に必要なのは戦いなんかじゃない、帰る家だ。そうだろ？リオ、どうして？確かに今の私たちは望まない姿なのかもしれない。だけど彼とここまで来られたこと、あなたがずっと姉さんでいてくれたことを、意味がないなんて私は思わないわ。ごめんなさい。リオ、リオ、いいかエスト、君は耐えれるんだ。居場所は俺とフィオが作る、必ずだ。だから行こう。俺たちは前に進むんだ。なるほど、わからん。完全なる有機性の道筋は今、あなた方の手によってつけられた。精神の共鳴、それこそが秩序の扉を開く鍵となる。地球人類に恩の勢いを、そして、我々の勢力を変えるため、今ここに進化する。今の俺たちを私だけの憎しみ、ルーンなんか人形にはさせない。